皆さんこんにちは、こんばんは。新作の部屋の作でございます。さあやってきました、グランツーリスモスポーツの時間です。いやもう早いものでもう5月ですね。皆さん5月ですね。5月入っちゃいました。もうこれで 1,2,3,4,4 ヶ月経ったことになりますね。2018年もね、早いですね。もう3分の1終わりましたよ。1年のうちの3分の1が早いものです。月日が流れるのは早いですね。でもこのグランツーリスモスポーツの時間はこれからも続いきますよ。はい、よし、ということでやっていきましょうじゃありませんか。今日も明るく楽しく元気よく。さあということで、前回ね、前回はいろいろとまあ車買って、アップデートした車を買っていったんですけども、今このキャンペーンのところね、このキャンペーンのところに今赤い丸、赤いチョボがついております。ここまだやってないということなんで、今日 GT リーグをねやっていこうと思うんですよ。で、新しく追加されたとこいっぱいありますよね。でビギナーリーグだったら、このまだ僕ね、このコンペティション・ド・フランスは多分やらないと思いますけど、この GTR カップはまだ3戦目やってないんですよ。でここはね、僕 R34 でやりますっていうふうに言ってたんで、いつか R34 で必ずやります。でこの次アマチュアで、ここでアップデートされてますよね。 J スポーツミーティングがこの4戦5戦目が、まあ、あるんですよ。つくばと、まあ、ドラゴントレイル、まあ、ここも、まあ、いつかやってみていいんじゃないかなと思いますんでね。で、まあ、ラリーもあるし、でプロフェッショナルリーグですね。で耐久、まず耐久は、まあ、私がいつか来るかもしれない、いつかするかもしれない生放送用に撮っておきます。これはね、耐久は。で、プロフェッショナルリーグですね。プロフェッショナルリーグで、まあ、普段は楽しんでいこうかなと思います。ビジュアルじゃないわ。このビギナーとアマチュアは、まあ、多分普通に1位取っちゃうんで、まあ、あそこはいかにトークを楽しむか、みんなと一緒に楽しいトークをするかっていうのが大事なリーグになります。で真剣勝負は主にプロフェッショナルリーグでやってますんでね。このラフェスタキャバリーノも、まあ、この4戦5戦が新しく追加されてます。ここもね、ここ私ね、これシルバーですよ。シルバーのトロフィーなんですけど、ここはね、私あえてプラチナって言ってます。もうプラチナですよ。もうなんでこういうことが起きたか、もう僕はもう優勝を目の前にしてとんでもないことになってしまったっていうね、ここは伝説の動画があるんで、またぜひご視聴まだの方よろしくお願いします。はい、で今日はここをやろうと思うんですよ。ビジョングランツーリスモトロフィーで、どっか、アマチュアにもね、ビジョングランツーリスモトロフィーっていうのがあったんだけど、プロフェッショナルリーグでやっぱ欲しいなと思って、だからこのビジョングランツーリスモトロフィーを今日やろうかなと思っております。はい、でここも指定ビジョングランツーリスモ車両限定なんだけども、この、まあ、アウディ e トロンとかね普通に出てるし、今乗ってる車も、シロンのブガッティビジョングランツーリスモ乗ってるんで、まあこの辺もしっかりね楽しんでいければなと思うんで、まあやっていけたらいいなと思います。ちょっと待って、これ2周ってニュルブルクリンク24時間コース、ノルドシュライフェプラスして、これ2周って、これ相当時間かかるな。これ多分動画厳しいかもしれないね。はい、ということで今日はこのやつをやっていきたいと思います。はい、おーっと、ちょっと待って、トマホーク、トマホーク走れんの、トマホーク、これトマホーク乗れるんだ。ちょっと待って、これ指定車両限定だよね。いやいや、もうこれ勝ちやん、これ勝ちやん、優勝やん、これ1位やん、絶対優勝だんこれ。ちょっと待って、これ絶対優勝っていうか、もうこれあるってことはさ、もうこれやるしかないでしょ。しかもこれワンメイクじゃないでしょ。トマホークくんっていつもワンメイクしか登場しないじゃん。いやもうこれやろうよ、これフラグでしょ。もう絶対1位取れるよ、これ間違いなく1位取れるよね。これで1位取らなかったらもう恥だよね。もうグランツーリスモ引退するよ本当に。はい、いやいや、もうちょっとこれでも AI がこの SRT トマホーク乗ってたらやばいってことだよね。 AI も乗ってたら多分いい勝負するってことだよね。今んとこいないけど、ああそういうことね、トマホーク勝っちゃうよこれ。いやいや、もう最強最速を目指すってこうタイトルに書いてあったけどさ、この GT リーグのさ、いやもうこれやん、もうこれですやんこれ。はい、ということで、おお入り方すげえな、入り方やばいな、おい大丈夫か。さあビジョングランツーリスモトロフィーの第1戦やっていきたいと思います。さあこのストレートまず1台抜けるよね。はい、余裕のよっちゃん3年生。はい、ということで、今日も走っていきましょう。とりあえずね、なんていうのかな、まあこれでトマホークでちょっと走っていくんだけども、まあとりあえずね、16位ぐらい走ってるやつが同じ SRT トマホーク乗ってるんで、あいつが急にガーッと上がってくる可能性があるから、その辺をしっかりと見ていきましょう。しっかりとね、ちょっと向こうから後ろから迫ってくるとちょっとやばいから、自分一人が SRT トマホークだったら絶対に勝てるけど、一応トマホークもう一台いるからね、そいつの動向をしっかりと注意して見ておきましょう。はい、ということで、今日はね、もうこれほぼ 100% 勝つでしょう。 100% おっと、ごめん 100% もう勝つと思うんですよ。もう負けるわけがないでしょ、このトマホークで走ってるのに。
ただトマホークは操作難易度が結構高いので、そのあたりがちょっと不安点はあります。なんかちょっと遠赤踏んだら即スピンしたりするじゃん。その辺がねちょっと怖いです、正直言うと。それさえなければ多分全く問題なく1位取れると思うんで、おごめんごめん、ちょっと待って、今ちょうどあの軒下というか見えなかった、影になってて、あごめんごめん、影になってて見えてなかった今、ごめんなさいごめんなさい。よし OK、まあ、ということで、まあ、ラーメン屋じゃないけどチャルメラでも弾きながら普通にのんびりと1位目指していこうかなと思います。多分これ本当にこうやってね本気で400キロとか出してコーナリング回ってギャーっていくと、もう多分ね 4,5 周目ぐらいに1位になっちゃうと思うんですよ。もう今すでに7位だからね。だからあえて7周目か8周目ぐらいで1位になるようにちょっとのんびりと走ってみようかなと思います。はい、まあその分ねあまりキュイーンって言ったらね間違いなくスピンするから、まあ、コースアウトとスピンしない程度にやっていこうと思います。おおちょっとこんなところで300キロ出しちゃダメよ、ちょっと早すぎる、こんなところで300キロダメダメ、もうこんなところで、よし OK、 さあ行こう、さあここでしっかりコーナー回って、しかしこれ背景の山々のグラフィックめっちゃ綺麗じゃない、これ背景綺麗すぎでしょ。もうでもこんな綺麗な世界でさ、今度ザ・クルー2ができるわけでしょ。ザ・クルー1でも相当、おっとっとっと、はいコースアウトしちゃった、いきなり今みたいに結構ねわけわかんないスピンが結構したりするんで、トマホークはそこだけ気をつけましょうね、ほんとね。はい、そう、ザ・クルー2よ。あれってやっぱり映像表現、解像度表現って強化されるのかな、 PS4 Pro とかでやれば。なんかその辺がまだわかんないけど、そりゃ PS4 Pro でさやったらもう相当綺麗でしょ。ザ・クルー2本当に何ていうのかな、ベータテストの動画とか見ても相当綺麗ですよね、画像動画がね、グラフィックがね。だから相当綺麗ですよあれ本当に。だから今見えてるような背景のこういう森とか山とかでダートで走って、まあ、コバーンとかシブとかと勝負する、まあ登場人物は変わるでしょうけど、そういうので勝負していって、なんかすごい楽しいでしょうね。とにかくザ・クルーはストーリーがすごい良かった。だからザ・クルー2も本当にストーリーを楽しみにしてます僕は。まあ普段のねオンラインで戦うのもいいかもしれないけど、やっぱりストーリーって大事じゃないですか結構。ああなるほどみたいな、感動できるストーリーなのか、うわすげえかっこいいな、ここであいつ来たらかっこいいなみたいな感じで、すごい素敵なストーリーなのかとかね、なんかそういうのがやっぱりいいですよね、楽しみ。ストーリーって大事ですから僕の中では。はい、さあということで、まあ走っていくんですけども、まあ、今回ね、まあ、グランツーリスモのアップデートで、最近本当ね最新の車ばっかりアップデートされて、こう旧車とか昔の車がねなかなかアップデートされないのでちょっと寂しい感じはあるんだけど、どうですか今回のアップデート。まあ、GR スープラも非常にいいけど、やっぱりね個人的に思うことは、まあ、今回もね残念ながらなかったんだけど、天候変化よ、天候変化、雨とか雪とかね、やっぱりああいうのがちょっと欲しいなと思って。で、今回のね追加された GT リーグにもラリーってあったけど、でチラッとラリー覗いたんですよ実は、グループ B の。そしたらタイヤの選択画面でやっぱダート用とかね、なんかスノータイヤとか書いてるんですよ、あれと思って。でしかもスーパーヘビーウェットとかいろいろあるじゃん、なんかああいうのがあるのになんで雨とか来ないんだろうねっていう話をね自分でしてたんですよ、一人ごとでね。でなんかねそんなんがあったらいいのになと思うじゃんやっぱり。だから本当はね本当は5月のゴールデンウィーク、まあ、もうすぐだけど富士スピードウェイでスーパー GT があるじゃないですか、だからそれに合わせてもしかしたらスーパー GT の、全日本 GT カー選手権の、まあ、GT リーグの追加と、富士スピードウェイがもしかしたら追加になるかもしれないなって個人的に思ってたんですけど、実はそれもなくて、まあちょっとね非常に残念というか、まあ、残念、まあ、これからの期待ですね、今後の期待には取っておきますけど、まあどんな感じなのかなと思います本当に。だからいつかは絶対天候変化来ると思うんですけどね、本当そういう風に僕ずっと動画で言ってるからさ、来なかったら僕嘘ついてるようになるし、絶対来るよ、絶対来ると思ってる僕は、山内さんを信じてる、運営さんをね。と同時にやっぱり、まあ、今後もねアップデートでそういう風にコース増えたりとかすると思うし、車もねやっぱり有名な車いっぱいありますから、増えてくると思うんですよ必ず。マクラーレンの P1 だって欲しいしさ、まあだからいろいろ増えてくると思います。はい、ということで、もうこれ1位になっちゃうよ、これ1位でしょ今、前走ってる子これ1位だよね、はいはい1位ですね、はい、まあ、あえて僕はねこのまま走りますよ。はい、
ここで追い抜いたらね、動画的にあれでしょ、やっぱり7、8周目ぐらいに追い抜く方がいいでしょ。これあえて泳がすわ、もうテレビ的に言ったらもう泳がすわこれ。はいはい、アウディイートロンかっこいいぞ、アウディイートロン。さあアウディ、さあブレーキでアウディのロゴマークが光ってるな。さあこのアウディさ、でも運転イートロンの方はさ、運転するとさ、なんかこのもう電車運転してるみたいでしょ、なんかインバータみたいな音するでしょ、フェーみたいな感じで、なんかあちち火花、あち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 、なんかそういう風にね、なんか電車みたいな感じだからね。はい、よしよし、オッケー。ああ危ない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 、ちょっとだいぶ泳がしてるよ。8周目ぐらいで抜くわ、8周目ぐらいで。うん、いやでもあれだね、本当にこのファミコン時代というか、その今はね、今の小学生ぐらいの方はね、本当羨ましいですよ。こんなね、こんな素晴らしいグラフィックのゲームをいきなりできるわけですから。やっぱりね、今大人の方ってやっぱり誰もがプレイステーション1とかさ、あのスーパーファミコンとかって経験してますよね。普通のファミリーコンピューターとかゲームボーイとか、あとはスーパーファミコンでゲームボーイができるという、あのスーパーゲームボーイとか言って、これ皆さん覚えてる？スーパーゲームボーイってあったでしょ。まあ、僕あれ持ってたけど、ああいうのとかね、あって、まあ、昔はね、あのドットの画面って当たり前だったじゃないですか、ドットの画面。でも今じゃドットの画面のゲームなんか、多分今の子供たちに見せたら、何これってなるよね絶対。え、これ何、ありえんみたいな、絶対そういう風になるんですよ。だからね、やっぱり羨ましいですよね、そういう。だからドラクエ11とかもね、昔は、あ、昔っていうか本当は僕あの2画面 2D でやりたかったんですけど、まあやっぱりね、ああいう 3D で、あーごめんなさい、綺麗に、あの綺麗な画面でやったら綺麗な画面ですごい楽しいですけど、やっぱりドラクエって、あの上からの目線でね、 2D 画面でやるっていうのもね、非常に良かったなと。いやー本当ね、だから本当あの今の子供さんたちはすごい羨ましいんですよ本当にね。今ちょっとスクショ用に撮った、あ、ブルーフラッグ振ってくれてる、ブルーフラッグ振ってくれてた本当に、あ、ありがとうありがとう。ちょっと待って、え、もう1位になっちゃった1位になっちゃったよちょんまげ。さあ青、ブルーフラッグ振ってくれてるよ。さあさあさあ、ブルーフラッグで速い車来てるよっていう意味だけど、今時速たった150キロしか出てないからね、今アクセルもブレーキも全く踏んでない状態。ほらこれ蛇行運転でこれだけ速いってすごくない、マジで。おっと、イートロン出てきたね、イートロン、イートロン、トロトロ出てきたね、イートロン。さあ、オーケーオーケー、さあ、かっこいい車走ってんな、イートロン。さあ、さあ、実在する未来の車、おー、ちょっとなんか変な出てきた、実在、おー、ちょっと、何これ、ちょっとお前、ロケット積んでんのか、お前、ちょっと待って、ロケット積んでんのか、ちょっと待って、何今の、ちょっとお前、アメンボみたいな車だったな、今、あー、やばい、ちょっと、動揺した、サクシューマハ、ちょっとまだちょっとトマホーク久しぶりだから慣れてない、何今のアメンボみたいな車。爆発音みたいなしてた、バリジャンバリバリバリンとかってやってた何今の車、爆発、なんかロケット積んでたぞ、なんかしかもアメンボみたいになったな、アメンボ野郎、おいおい、イートロンびっくりした、今変なバブリング音聞こえたと思った、変な、あ、なんか頭おかしい車が登場したぞ今、ちょっとびっくりした、何あの爆発音、すげえ車来たな今。ちょっと待って、トップとの差が 1.3 秒か、え、ちょっと何あの、しかしあの爆発音の車マジで怖かったんだけど、あれ何の車あれ、ちょっと全然見てなかったけどさ、ちょっと、ま、え、ちょっと1秒差がまた縮まってきた、え、ちょっと待って、なんでこんな速いのこいつ、なんで今まで、え、ちょっと待って、普通ここトマホーク出てくるでしょ、あの16番ぐらいのやつ、 SRT トマホーク乗ってたからさ、トマホークが順位上げてくるならわかるけど、なんであの変なアメンボみたいな車出てくるわけ、しかもちょっと2.2 秒差開いたり 0.9 秒になったりさ、ちょっと怖いんだけど、あいつなんかめっちゃ怖い、なんか近くによってメガンってされそう、なんか自爆しそうじゃない、なんかあれ後ろに積んでるなんかニトログリセリンそのまま爆発させそうな気するんだけど、あいつ、あ、サクシューマハがいた、お前の連覇は許さねえみたいな感じでバーンみたいな、なんかありそうなんだけど、ちょっとドラゴンボールの見過ぎかなそれ、ちょっとドラゴンボール見過ぎだね、OKOK、ちょっと待って、ちょっとほらちょっとストレート、ちょっと待って、あ、しまった、マップ見過ぎたら、ちょっと、あ、パイロンごめんブルーフラッグ振ってるやばい、ちょっと待って、もうマジであのアメンボ何なのあれ、めっちゃ速いじゃんあいつ、しかも音が本当めっちゃ怖かったね今、なんか雷電、ギガ電みたいな、なんか電波を、何、雷をまとったやつみたいな感じするよね、バラバラビクチャブルクチャパプルテクチュみたいな感じの、めっちゃ怖いわ本当に、ブルクチュブルクチュみたいな、なんかいやめ、ちょっとあいつとは関わらない方がいいぞ、サクシーマン早く行くんだ、トップとの3秒、あの7、8周目、9周目ぐらいで1位に出た方がかっこいいとか言ってたけど、もうそれどころじゃないわ、マジでかっこいい、かっこかマジで怖い、あいつは怖いぞ、関わらない方がいいぞ、サクシューマハ、ちょっと、やばい、おー焦っただめ、焦っただめ、お、でもなんか普通に4秒差広がったよ、
何なの一体、あのイートロンと最後いい勝負するかと思ったけど、変なアメンボといい勝負することになっちゃうな、これ。よし、OK。でもね、あんまりね、マップとか秒数気にしたらね、普通にちょっとスピンする可能性もちょっとやっぱりあるから、その辺はやっぱり気をつけた方がいいよ。さあ、OK、OK。さあ、ちょっと待って、怖い、ちょっとぼちぼち来そうなんだけど、バリバリ野郎。バリバリアメンボ野郎が来そうだと。バテンズクスクバテンズクスクって言って、ああ、俺、怖い。さあ、ここ、はい、ここで一気に出しとこう。うちょ、0.2 秒差。うわ、来てる、後ろ、アメンボ来てる。アメンボ来てるよ。こいつ、雨の日やばいな。お前は水の上では王様だろうが、陸の上では俺のトマホークが。ああ、やばい。俺のトマホークが、ちょっと待って。焦った、焦るんじゃない。14秒ちょっと15秒もサヒロ、ちょっと待って。おい、なんでこんなことが起きるんだ。おい、ちょっとこれは反則チートだ。反則的チートじゃないか。ちょっと待て。俺はこっからちょっと本気で走るわ。よし、OK。よし、OK。ちょっと待って。今のは危なかった、マジで。よし、OK。もう見えてきたぞ。もう3秒差。今15秒。15秒っていうのは3位との差だったかな。ちょっと今マッチ棒じゃないわ。ちょっとアメンボどこ。今すげえスリップの跡があった。あーおー危ねえ。おーごめん、ちょっとアストン、ごめんよ。ちょっと今ちょっと緊急自動車通ります。緊急自動車、ちょっとブルーフラッグもっと振ってくれよ。ブルーフラッグをもっと振れ。3秒差。さあ、あのアメンボちょっと最終ファイナルラップでちょっとやばいことになるぞ。ちょっとこの辺全部抜くよ。どこいるアメンボどこいる。いたアメンボいた。ちょっとなんなのあの車、マジで。ちょっとミニ四駆みたいだな。ちょっとごめん、ちょっと緊急自動車通るから、ちょっと道開けて。ちょっとブルーフラグ、ちょっと道、オッケー。ちょっとこいつ、マジでやばい、こいつよ、こいつマジで早いよ。よし、よし、オッケー、いけ、ここでいけ、よし、オッケー。さあ、サクシームハ頼むぞ。こんなやつに、ま、負けるんじゃない、こんなアメンボに負けるな。よし、オッケー。さあ、オッケー、よし、いいぞ、よし、オッケー、抜け、よし、ブルーフラグもっと振れ。そして、俺が行ったら、よし、オッケー。オーケー、よし、これでファイナルラップか。よし、オッケー。うーわ、これ危ね。ちょっとこれトマホークだからって完全にちょっと、あれだわ。遊びすぎてたわ。こんなやつが後ろから来ると思ってなかったもん。絶対トマホークが来ると思ってたからさ、正直言うとさ。これまさかの変なアメンボよ。さあ、ここでスピンしたらもう終わりだからね。ここでスピンすんだよ、絶対。よし、オッケー。あー、やばい。よ、ちょっと。アメンボ抜かれた。やばい。バチバチ言ってるあいつ。また電気を。俺にギガ電してくるぞ、こいつ、絶対。さあ、こいつ勇者が乗ってるかもしれない。さあ、やばい、ここで俺が絶対抜くぞ。イエローフラッグ、ちょっと待て、勘弁してくれよ。何が起きた。ちょ、アメンボバシバシ、ほらすげえ、えい、あちおい、ちょっとイエローちょっと勘弁、もうちょっともう車種を判別してる能力がもうないわ、今。色でしか判別できない。さあ、あのバチバチ野郎にはちょっと勝てないと。ちょっとあれはマジでやばいな。あれはちょっとあの車怖いな、マジで。さあ、もうでもここまで来た、もう勝つよ。ここまでもう3秒差開いたよ。よし、ここでラスト、オッケー。よし、ここで差を縮められないようにして、ここでオッケー。さあ、そしてもうすぐここでブレーキ、オッケー。よし、オッケー。4秒開いた、オッケー。危ねえ。よし、これ私今決めました。 SRT トマホークに乗って1位取らなかったらグランツーリスも引退するわ。よし、オッケー。今更決めるやつ、オッケー。よかった。危ねえ、これマジで危ねえ。これちょっとめっちゃ怖かったんだけど、あの車。はい、もうこの入りがすごい。入りがなんかもう UFO みたいだね。いや、めっちゃ速い。しかしもうほら、カメラワークがさ、追いついてないもん、これ。ほら、速い、気持ちいいわ。この辺で一番調子乗ってたよね、多分ね、僕ね。いや、トマホーク絶対1位でしょみたいなね。こんなの軽く流すわ、チャルムナのラーメン屋だわみたいな感じですごく流してた頃ですね。テレレレレテレレレレ言って、さあ、トマホークラーメン美味しいかもしれない、590円みんな買ってね。さあ、そしてここから、まあ、ずっと進んでいきますよと。で、上からね、アウトからちょっと抜こうかなと思ったけど抜けなかった。はい、嘘。ただ単にアンダーに振られただけ。はい、そしてこのまま行って、てかさ、あの変なアメンボ野郎ってどこにいたの。全然追い抜いた記憶ないよね。ということは最後の方から追い上げてきたのか。あれ、トマホークかと思ったらトマホークじゃないね。じゃあ僕多分見間違えたね。トマホーク走ってなかったかもしれない、多分。多分そうだよ。そうですね、俺トマホークがてっきり走ってるのかと思ったわ。あ、でここでちょっとぶつかっちゃったんですよね。FT1 にね、ちょっとぶつかっちゃいました。
高架橋の影に隠れて車が見えなかったんですね。本当すいません。はい、でここからずっと徐々に順位が上がっていきます。はい、ここからは順位が上がっていきますのでね。それではレース中盤まで、カットしましょう。すごいね。でもあんまり火花が出てないね、トマホークね。ペタンコすぎるな、しかしすごいな。はい、ここでもう1位のアウディイートロンを捉えました。あれ、こんな音、ああイートロンの音がもう電車じゃん、もうこれほんと電車の音だな。はいはい、来たよ。はい、 SRT トマホーク、さあ私の愛車トマホーク、この未来の実在する未来の車対実在しない実在するであろう未来の車との戦い、いいじゃないですか、かっこいい。さあわけのわからない車がもうすぐ登場するぞ。この時の私の心境、さあ8周目ぐらいで1位になってこのアウディをかわしてかっこよく華麗にゴールしよう。そう、その時まで、今日まではそう思っていた。この瞬間まではそういう風にかっこいいところを取ろうとそう思っていた。だがしかし後ろから奴の手が迫っていた、すぐそこに、てな感じでね、こういう風に続いていきますと、さあここでもう1位になろうか、いやでもあえて泳がしとこうみたいな感じでこういう風にね、ちょうど泳がしてるところですね、ここね。うん、まあまあそこまではね良かったね、非常にね。うん、どっから来たのあいつ、本当になんか疾風のごとくやってきたね、あのアメンボ、マジで本当に怖いわ。スローを見てるだけでも今から怖いもん。後ろほら全然来る気配がないでしょ、今も全然全く来る気配がないのに、どっから来るんだろうねあいつね。さあそしてここでついに私がイートロンを捉える時が来ました。さあここでもう追い抜いてやると、さあここで抜くのが俺の力、俺の速さだと言って、はい、ここで今1位になりました、かわしました。ここでねあっという間にイートロンも結構コースアウトしてたんだな、さっき結構コースアウトするよねやっぱりね。さあここでね1位に出ました、早速1位。え、いつ来たっけあのアメンボ、全然覚えてない。あ、来た、後ろから来た来たよあいつ、来たよアメンボ来たよ、ほらブルーフラッグ振ってくれてる。はい、来た、あの変なやつ来たよ、ほらここでまだ遊んでたんですよイートロンと。そうそう、わバチバチバブリング音の最強のバブリング音のやつ来た、ほら耳音来た、ほらバチ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 、なんかほらもう後ろからもうあれロケットエンジンみたいなの積んでるじゃん、あれほらもうほらあいつだけ異常に火花出てるし、これ爆発すんじゃない、本当にもう後ろにいたイソリボルタザガート引いてるぞ、ドン引きしてるぞ、ほらすげえ音してんなマジで。ここで僕が焦り出したんですよ、やばい変なの来たって、頭変なやつ来たぞ、やべえぞって言って、あれやばいみたいな感じで早く来て、もう怖かったねあれ本当に。ほらなんかもうトマホークが焦って逃げてるみたいな感じするな今これ、ほら慌ててる顔してるよトマホーク、マジで怖かったもんね、うん、音するもんねなんかかすかに、ほら怖いわマジで、ほら後ろから来た、ほらそれそれ、バチャバチャバチャ、ほらめっちゃ怖い、もう後ろから見たら怖いもん、あの何あの光で。ここだったっけ、ここで失敗したんですよね、あれここじゃないか、もう一周目、次どっかで失敗するよね、この失敗するシーンだけ見てちょっとあれですけど、マジで怖かったもんこの車、あれでも欲しいな、俺が乗ったら面白いだろあれ、うわ音おかしいじゃん、もう音がおかしいもん。すげえ音するな、めっちゃ怖い音してるよほんと今、ほらもうあいつだけ火花おかしいしマジでほんとにやばい。さあここですかね、ここら辺りで、はいはい、ここですね、ここで失敗したわ多分、はいはい、ここ、はいはい、うわーってやっちゃって、うわーってやって、ここで、うわ、マジ、嘘って言って、ここでさっきほら、爆発音のバブリーアメンボが行っちゃったんですよね。さあ、ここから追い上げだって言ってね、危なかったよ、ここは。怖かったもん、マジで、ほんと。さあ、ここからね、一気に追い上げます。トマホークの本気で追い上げます。さあ、やってきました。ここでね、一気に追い上げて、もう2位まで上がったところですね。そして、前に、あの、バブリーアメンボが、ほら、いた。すげえ。すげえ音のやつ、ここで抜いてやるわって言って、もうほらここで一気に抜いてね、あちちとか言いながら、ここで、はい、一気に抜いて並んだ、ここでかっこいいセリフ、ほらめっちゃ怒ってる、爆発音でめっちゃ怒ってる、威嚇してるぞあいつ。さあでもここで、さあファイナルラップ入るよこれで。
すげえ音。さあここであとはもうファイナルラップだったよね。これがファイナルラップだったんで、あとはゴールするだけと。ここから抜かれてませんからね。さあそして安定してあとはゴールするだけということで、まあそこまでカットしましょう。はい、ここでね、もうファイナルラップで、最後のもうすぐ最後のストレートに入って、ゴールするとこですね。いや手に汗握るレースだわこれ。本当にトマホークだから余裕だろうと思ってたけど、やっぱ速いやつはいるね、やっぱりね。しかも最初に走ってたアウディイートロンなんかもうどこ行ったっていうぐらい、この後ろから変なやつが上位に上がってきたよね。はい、でもここでね、1位になりました。ここでやっと言いました、1位取れなかったら引退するわって言って、もうせこいこと言ったわ。はい、 OK、 ゴールインです。素晴らしい。はい、皆さんお疲れ様でございました。サクの部屋に帰ってまいりました。さあということで、もう手に汗握るレースでしたね。もう予想では僕はあっという間に終わる予想だったんだけど、まさかこんなにね手に汗握るレースになると思わなかったね。なんやかんやで接戦になるよね。いや、あのわけのわからない車すごかった、怖かった、マジで。もう SRT トマホークに乗っておきながら怖い車が存在するとは思わなかったですね。もうめっちゃ怖かった本当に。トップとの差が1秒とか 0.9、0.8 ってなってくるあのシーンですごい怖かった。うわ来た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 みたいな感じで、あんなに怖かったの久しぶりですよ本当にね。はい、ということで、今日はね、新型じゃないわ、新しく登場した GT リーグっていうのを、やってみました。まあ今後もね、この GT リーグっていうのはいろいろ皆さんと一緒にお話しながら走っていきたいなと思っておりますんで、また皆さん、機会があればねよろしくお願いいたします。はい、本当にね、楽しかったですねやっぱり。まあ、今後もねアップデート続けていって、まあスーパー GT のあれも走っていきたいんで、全日本 GT カー選手権ももっと増やしていってほしいなと思います。はい、ということで、また皆さん、しっかりとこれからもねやっていきましょう。皆さん一緒に楽しんでいきましょう。ということでまた次回もよろしくお願いいたします。本日もご視聴ありがとうございました。新サクの部屋のサクでした。